ゃあ目の前からいきますね、もう、はい、人生から、はい、じゃあ人生いきます。NGO で働くことを、家族に止められたことはありましたか。海外に行くことや人生設計についてなど悩んだことがあれば伺いたいです。家族に止められたってことはないですね。ああ、親とか親戚とか。いやー、そういう感じでは特になかったですね。はい、家族のことで自分がやりたいことができてないっていう感じもないですし、うん、今もう基本的には週、ま、毎日夜は朝と夜は子供と一緒にご飯食べて一緒に寝るっていう生活をしているので、うん、何かそういう問題があるっていう感じはなくて、なんかあんまり面白い答えじゃないですけど、葛藤があるとすればなんか出張する時とかは2週間ぐらいこう家を離れるので、まあ、妻に負担をかけるっていうのもありますし、あとはなんか子供と離れるのは寂しいなみたいな気持ちがあるので、うん、なんかあんまりこう家から離れたくないなみたいな気持ちとか、うん、悩みって感じでもないのかな、うん、すいません、 ありました、なんか止められたとか。あ、そうですね。あ、そうですか、そうですかっていう俺だって最初に着いた時にはまあ、もともと学校の教員なるっていうのは父にとってももう当たり前に思ってたので、国際協力の仕事をしていた時にも父としては我慢できなかったみたいで、僕はおじさんに呼び出されて、もう何考えてるんだった28の時に言われて、いや、こういう、こういうボランティア会で働き仕事したいと、もう何ボランティアなんて言ってるんだっていうのを覚えてますね。そんなの別に退職してからやれと、まあ、あと子供が確かですね、息子が小学校2年か3年の時にふっと聞く、割と無口なんですけど一言、あ、パパって聞いて、どうしたのって言って、うちって貧乏なのって聞かれたんですね、子供に。聞いて、え、なんでって言って、だってうち車がないんじゃって言われて、あ、子供ってそう見るんだと思ってですね、なんかそれはすごい新鮮で、まあ、子供ってそういう意味ではそういうとこ結構見てるんだなっていうのは、すごい不思議な感じがしてますね。シャンティに入ったのって1990年、はい、もうバブル絶好ですよね。ですよね、その時に初任給いくらだったんですか。初任給ですか、ですね、手取りで十何万だと思います。十何万か、うん、そうするとなんか当時10万後半、20万切ってましたね。その中で17万円の仕事を選ぶっていうのは、もちろんその仕事にやりがいがあるっていうところもあると思うんですけど、将来のことも考えたりするじゃないですか。そうですね、よくも悪くも自分がそこら辺がスポンと抜けてる部分があるので、まあ、お金を稼ぐというよりか、で当時やっぱ 2,3 年で、当時だからシャンティに来ても大体みんな、あの時は当時 NGO に来ることイコール海外に行きたい、で 2,3 年で大体辞めるっていうのはパターンだったので、僕もその一人だったと思いますよ。で実は事情があって僕は海外行けずに5年間残っちゃったので、まあ、それで今続いてると思うし、あの時行ってたら多分 2,3 年で辞めたと思いますけど。なるほど、いろいろ人生の分岐点であったんですよね。だから当時変な話、やっぱバブルの時代だったと思うんですけど、やっぱ30までに、まあ、定職はいくらでもあるのでつけばいいぐらいで、そういう意味ではこだわりっていうか。したらじゃあなんかこれ全部行くのか、行くのであれば給与続きで使うか使う。NGO の職員です。やりがいはあるものの給与が他の業種に比べて低いと感じています。これは仕方ないことなのでしょうか。お二人の NGO 職員の給与に対する考え方や基準があれば聞かせてください。僕もだからこれすごい疑問に思ってて、なんか、あくまで僕の印象ですよ、経理総務課長になった2008年の時に前後ぐらいに思ったのは、そうなったと思ったのは、僕らっていくらもらっていいんだろうと思って、本当に交通費を払うのすら本当にボランティアが集まっている団体だったので、交通費ももらっていいのかっていう時代があって、何が基準かなと思ってずっと模索した時に、ちょうどうちもその労務関係の改革の時で、給与をいろいろどうしたいか調べた時に気づいたのが、せめて、基準となるのは東京都の中小企業のデータって毎年更新出てるので、せめてこれは普通にもらっていい額だろうと思って、ただ少なくとも額である程度自分の中でここだろうと思ったのは、東京都のその一つの基準っていうのは目指していいんだろうなと。
本木さんはどうですか。多分今あの市川さんがおっしゃったような感覚のあたりで考えてはいて、その何でしょうね、あの社会を良くすることのプロフェッショナルとして活動しているというふうに考えると、うんうん、あのそのプロがあの持続的に生活できて仕事できるだけの給与は払うべきだろうというところはあります。あの途中で辞めてしまったりとかすると、あのやっぱりそれまでの経験があの生かされないことになってくるだろうと思うので、ここはなんか安心して生活できるっていうのは大切なことだろうというふうに思ってます。でそれに向けて、あの僕これなんかあの NGO の給与が他に比べて低いのかっていうのって、多分以前に比べてだいぶキャップ狭くなってきてるだろうなと思って、これも多分あの全国の、 あの年収みたいなことと比較して、そこまでギャップないんじゃないかなというふうに思っています。その上であの、報酬とは何かっていう議論はあると思うんです。あの報酬ってこう賃金だけが報酬ではないので、まあ、やりがいも一つだと思いますし、僕はいろんな人と知り合いになって仕事あの一緒にやってるので、そこってこう自分の人生の豊かさにつながってるし、例えば子供があの何かあった時に、例えば何だ不登校になってしまった時に、不登校関係の仕事をしてるあの友人に聞いたら多分すぐにサポートを得られると思うし、ソーシャルリターンって呼ばれる、うん、やりがいをより言語化したものだと思うんですけど、自分たちが社会的な成果を出した時に、その社会的成果をなんか自分たちの喜びとして受け取れるかっていう、うん、NGO の人たちってメンタルあの気持ちの心構えとして常に社会課題があるから自分たちは不十分であるっていう感覚が強いので、頑張っても頑張ってもまだ不十分だみたいな話になってしまって、そうするとなんかソーシャルリターンを受け取りづらくなるんじゃないかっていう話はちょっとカモの話ではしていて、で自分たち十分だと満ち足りた存在であるっていうところから関われると、なんかよりそういう意味での報酬が増えるんじゃないかとか、まあ議論はしてるもののまだうまくあの作り込めてる、実装できてるっていう感じではないです。持続可能社会を目指しているのに、なぜ私たちが仕事が持続可能じゃないのかっていう、あのセクターをエコシステムとか生態系として捉えた時に、こう人が移り変わっていくっていう、あのそんなに悪いことではないんじゃないかなと最近は思ってます。